ドリームチェイサーです。今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーのスターニンジャーの武器、ギター忍撃スターソードガンを買ってみました。風雷忍手裏剣というものが1個付属しています。お、モードチェンジできるんですね。上下パネルを上下することで風雷忍手裏剣2バージョンに変化できるみたいです。剣と銃でザ・アタックということで楽しみに開けてみたいと思います。裏を見てみると、おお、スター忍者がかっこよく映ってますね。忍手裏剣をセット、忍手裏剣を回転、トリガーを引いて必殺攻撃ということで、風の術、雷の術、そして別売りのスター忍者手裏剣と連動させて遊ぶことができますね。アイムスター忍者スラッシュ、サンダージャー忍者ショット、ハリケーンジャー忍者スラッシュ、すごいですね。舌噛んじゃいそうです。アタックボタンとトリガー、そして剣のトリガー、銃のトリガー2つついてるんですね。面白い。そしてこちらの風雷忍手裏剣は、忍者スターバーガーや忍者一番塔と連動して遊ぶこともできます。必要なのは単4乾電池2本ですね。こちらの多分手裏剣の方についてるボタン電池はついてるみたいです。なので単4乾電池は用意しましょう。じゃあ早速開けてみます。じゃじゃん、大きい。ほぼ箱いっぱいにこのスターソードガン入ってましたね。この形は子供好きでしょう。わーい、大人も好き。かっこいい。あ、でも思ったよりは小ぶりですかね。他のスターバーガーとかが大人サイズだった割には、子供サイズ仕様の感じのソードガンです。そしてこちらが手裏剣ですね。パチッとパチッとすぐ手で動かせるようになってます。ここにボタンがついてて、これでモードチェンジがされるみたいですね。電池を入れるのは握り手のこの部分です。太陽乾電池を2個セットします。プラスマイナス注意してください。そして閉めます。はい、では音声を入れてみましょう。あ、意外とあっさりした。こんな感じなんですかね。音声がちょっと曇ってる感じなのが若干残念かな。先のところは光ったりすることはないみたいです。本当にギターっぽい感じのおもちゃですね。ではこちらの音声を聞いてみましょう。まずはこれだと雷バージョンかな。そして風マジック、お、面白い。雷マジック、このように移動させるごとに雷になりました、風になりましたみたいなのが出るんですね。私は風マジックの方が好き。こっちも強そうだけど、風マジック、こっちの方が強そうに聞こえちゃいます。ではこれで遊ぶにはどうしたらいいのかな。
まずは、これを押してみようかな。なので、はめてみて、回してみます。お、音声出た。今回はじゃあこっち側で押します。ガンの方かな。では続いてソードの方で。では続いて雷に変えて。排気音がもうちょっと激しかったらよかったかな。忍者スラッシュ。とまあこんな感じで遊べるんですね。取り外すときはいつもの通り後ろのところを押すと簡単に取り外せます。無理に外さないように注意してください。ということで、今回はスターソードガンで遊んでみました。次回はスター忍者手裏剣や風雷忍手裏剣をいろんな武器に付け替えて遊んでみたいと思います。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。